アジサイの花を紫や緑を使わず絵の具を混ぜて作ってみましょう。芳草という和紙の裏に名前を書いてアジサイの色を塗っていきましょう。パレットの代わりに牛乳パックを使います。使うのはマゼンタとシアン、ない場合は青と赤紫色を使ってください。牛乳パックに青と赤紫色を別々に出したら、筆にたっぷり水をつけて、まず赤紫色だけで塗ってみましょう。少しずつ青を混ぜていくと紫色になっていきます。赤紫色が全部なくなったら絵の具を継ぎ足します。全体を混ぜてしまわずに少しずつ混ぜるのがコツです。今度は青からいってみます。青に少しずつ赤紫色を混ぜます。こちらもだんだん紫色になっていきます。赤い絵の具を混ぜると濁った色になってしまいますので気をつけてください。全体が濡れたら牛乳パックに残った絵の具で空いているところを塗って、全部塗り終えたら乾かしておきましょう。アジサイの葉っぱは花の周りに広がっています。花の大きさを決めたら、その周りに大体の葉っぱの形を薄く描いておきます。本物のアジサイの葉っぱを1枚用意し、それを見ながら黄緑色のクレヨンで形を描いていきます。葉の筋も描いておきましょう。向きを変えるときには画用紙を回していくと描きやすいです。葉っぱを塗るときには黄色と青を使います。三原色でいうとシアンとイエローです。明るい黄色の方をたっぷりとって、それに青を混ぜながら塗っていきます。葉っぱに近い色になったらどんどん塗っていきましょう。絵の具を塗ってクレヨンで描いた線が水を弾いて見えるぐらいがちょうどいい濃さです。水や絵の具を少しずつ加えながら塗っていきます。この時も黄色と青を全部混ぜてしまわないのがコツです。葉っぱに色を塗る時も塗りやすいように画用紙を回しながら塗りましょう。残った絵の具は花と葉の境目に少し塗っておきましょう。花を貼る台紙を用意します。ボール紙を白い部分と同じ大きさに切り取っておきます。花を貼る前に雨を降らせておきます。カップに青い絵の具と水を入れ、水溶き絵の具を作ったら垂れ瓶などに吸い取っておきます。これを紙の上に垂らして縦にすると雨が降ったような筋ができます。ドリッピングという方法です。これを先ほど描いたアジサイのところに垂らして雨が降っている様子を作ります。全体のバランスを見ながら雨の量を調節しましょう。最初に塗った和紙が完全に乾いたら、
小さい花びらを作っていきます。花びらの型紙を重ねてホッチキスで留めます。留める部分はこの穴が開いているように見える部分です。型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。花をいくつかつないで切り取ったら、くぼんでいる部分を切り取っていきます。最後にホッチキスで留めている部分を切り取って、一つ一つの花に切り分けます。型紙を外してきれいに重ねたら、これを三角に折ります。広げてもう一度折ります。花びらの先の部分を持ってキューッと真ん中に寄せると、こんな形ができます。全部こんな風に切っておきましょう。台紙にお花紙を貼ります。ティッシュペーパーでも構いません。ボリュームを出したいので2枚ぐらい使いましょう。水のりをつけた上に貼ったら、それを裏返して藤色のお花紙で包みます。ピンクや水色でも構いません。きれいに形を整えておきます。少し小さい方も同じようにして作ります。包む紙が大きすぎるときには破り取るといいでしょう。これを先ほど作った葉っぱの上に液体のりで貼っていきます。のりは周りだけつけます。そしてギュッと周りだけを押さえてください。真ん中を押さえるとぺちゃんこになってしまうから気をつけてください。花はだいたい同じ色に分けておきましょう。ピンクっぽい花、紫っぽい花、青っぽい花ですね。まず周りから貼っていきます。土台から少しはみ出るように、花と花が少し重なり合うように貼っていきます。色はだいたい揃えた方がバランスよくなりますので、周りに紫、真ん中に行くほど青っぽい花になるように貼ってみました。こんな風に膨らんだ感じにできました。小さい方は紫っぽい花を周りに貼って、真ん中にピンクっぽい花を貼っていきます。足りない時のために余分を少し用意しておくといいでしょう。これで出来上がりました。もう一工夫、真ん中に発泡スチロールビーズを貼ってみます。クッションの中などに入っているものです。木工用ボンドをようじの頭につけて、そこにビーズを一つずつ乗せていきます。反対側を貼るときには紙をくるっと回しましょう。これで出来上がりました。
花の数は一つでも構いません。大きな花を一つ作ってみましょう。土台も大きくなります。一つの花にたくさんの花びらがつきます。ボリュームのある大きな花ができました。花が残った時には集めて箱などに入れておきましょう。工作用の発泡スチロールビーズはいろいろな色が混じっています。青い絵の具で染めたものを真ん中に貼ってみました。ピンセットを使わなくても手でポトンポトンとボンドの中に落とし込んでつけることができます。感じの違ったアジサイができました。こちらは子どもたちが作ったものです。葉っぱも雨の降り方も花の感じもそれぞれ個性のある動きのあるアジサイができました。ずらっと並べて壁に貼るとそれぞれの個性が引き立ちます。混植指導をしながらこんな風に季節を楽しんでみませんか？